チフレ ASL 県埼玉、荒川恵理子です。よろしくお願いします。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 趣味は？趣味？なんかそういう趣味？趣味？趣味はね、またあれだけど、今後の地球および人類および宇宙と、またはこの世とか、なんかそういうことを考えたり教えてもらったり、なんか人に話すのが好き。マジっすか？なんで？そういうの好き？いや、初めて聞きました、そういうの。え、そういうことを言う人？はい。え、めっちゃいない？いないっす。でも、ガンさんの喋り方って、ね、消えちゃった。ねえねえねえ。ねえ、ガンさん。ねえ、なんか、電話かかってきちゃった。電話かかってきちゃったね。なに？電話で、電話出てください。ちょっと待って。待って、これ。え、いい？え、これ今、映ってないのもう。映ってますよ、今映ってます。切っちゃいました？あ、今映ってる。すいません、すいません。なんか、途切れたから大丈夫。ガンさんがもうつかみからもう共有は最高、最高。いや、ガンさんの喋ってるもうこのテンポと何を言うんだろうって間合いがもうミステリアスすぎて、なんかミステリアス、ミステリアス。今度あの、うん、これについて話すのが好きだったら1時間話してもらうのを作ってもいいですか？え、それ聞きたい、聞きたい。え、いいよ、やったまあいいよ、全然全然いいけど、うちもあのどうだか分かってないからね、説ですよね、説。想像しながらなんかそういうの話したり、こうなんじゃないかとかって思ったり。え、聞きたい。めっちゃ思わないよ、こういうの。え、ガインでやりたいです、お願いします。嘘、はい、マジで、マジで、はい、マジでなんかもうこのなんかあれだよ。え、マジですごい、ガチで、ガチで、はい、ガチでやりましょう。約束、お約束、お願いします。イエーイ。じゃ次行きますね。うん。ポンポン行くんだね、こうやって。まあ、広げてらんないからね。早く終わらなきゃいけないから。これ結構広げてる方です、ガンさん。そうなの。ガンさん、30問まであるんで。30問、マジで。まだ1問目。そんで、ちなみにもう20分経ってるんで。やばいやばいやばい。もう23分、23分。次。はい、次。自分の性格を一言で言うと。おっちょこちょいさん？おっちょこちょにさんつける人初めて聞きました。確かにところが。え、だってさ、なんかさ、時間の配分とかもできないし、なんだろう、忘れ物とかもしちゃうし、そういうとこ。でもそんな自分が好きなんだよな。このコンテンツ結構アスナが濃いキャラやってるんですよ。アスナ薄い薄い今日。入ってく好きだ。だって久しぶりだもんね、あれ以来だもんね、あれ以来だよね、あれ以来っすよね、あの時だよね、あの時です、あれってなんやねん。あれですよね、もう何年とかまで言えますよ、言えるよ、言えます、せーの、2011年。え、いつまで、どこまで。ね、え、そうですよね。そんで親子丼食べたんだよね。親子丼食べましたっけ？違うかい。親子丼食べてないっけ？親子丼どこで食べましたっけ？え、表さん、いや、青山通りのとこで食べなかったっけ？親子丼ですか？うん、あれ。ガンさん、ね、おちょこちょい。食べました、いました。え、いたと思うんだけど。マジっすか？うん、親子丼誰と食べました？坂井由紀ちゃん。あ、え、あれですよね、スーツのサイズ。うん、ガンさん思ってました、すいませんでした。そうだよね、忘れてた。すいません。結局一致したってこと？うん、一致したよね。え、2011年って言ってんの？2011年です。広げません、次いきます。はい、はい、座右の銘は？え、座右の銘ってさ、何、好きな言葉と違うんでしょ？座右の銘って言ったことはないけど、いい？え、何何、喋っちゃいけないの二人？あ、かぶっちゃうんすよ、声が。あ、そうなの、あ、そういうの。なんか、うん。うん、こうやって頷いてて、なんか、相槌もしてくんないの。ね、座右の銘は、あ、座右の銘じゃん。好きな言葉でいい？あ、いいっすよ。いい？まあ、なんかよくさ、アンケートとかでよく書いてんのは、心と笑いと書いてます。
おお。その心は。え、その心は。え、え、広がっちゃうよ。お願いします。あんまショートにした方がいいでしょ。やっぱ心ってなんか大事じゃない。と笑いもやっぱ笑うことって良くない？めっちゃ良いです。アンさんらしいこの言葉が。なんで、え、そんなん被っちゃうの？いや、なんかやりにくいんです、なんか。マジっすか。こうやってやってるから。ズームの撮影を結局見たら声被って、うん、ガンさんの声消えちゃうんですよ。あ、そうなんだ。なのに気にしないでください。あ、わかった。え、本番はめちゃくちゃ喋りたいんですよ。うん。あえてうなずきでやってます。あ、そっか。じゃあ次いきます。4問目です、はい、まだ。はい。親友はどんな人？え、どんな人って何？理想？何？理想？親友は誰って言いづらいかなと思って、この人を思いかけてどういう人って説明にしてほしいなっていう。親友は誰ですか？親友は誰ですか？何、いろいろ喋れる人ってこと？聞かれたんですか、うち今。うちは親友がアスナとかってなったら、いや、すごく笑ってて明るい人ですみたいな。あ、そういうこと、はい、あの、心の友的な感じ。そうです。まあ、だいたいその人らはあの一緒にいて楽しくて癒されるかな、なんつって。毎回に落ち着くってくれてありがとうございます。なんつって。じゃあ、いきますね、はい、よく聞く曲は。あ、なんかさ、あんまさ、音楽機器持ってないのよ。だからなんか今はあれか、携帯でみんな聞くの。なんか MD とかの時代もさ、一人だけテープだったりしてたのよ。だからなんか一歩遅れてなんか全部言ってるというか。で、はい、iPod だっけ、 iPod とかさ、なんか iPod さ、こういうのでカチャ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 あったじゃん、iPod、はい、時とかにまだ CD ウォークマンだったりとかしてたの。だからなんかあんまり今も取り込んでるっていうこともなんかしてないの。うーん、だけどなんか最近聞いたの、聞いて最近よく聞いてたのでいいかな、受けるよ。あの、尾崎豊の卒業。はい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 、めちゃ好きです。え、めちゃ好き、めっちゃ好きです。それな、え、なんで好きなの。で、なんか高校の時にずっとそれ聞いとって。なに、この支配から、お茶の影、芝生の上、吸い込まれる空。あ、ね、はい、なんかさ、あれを歌ってる尾崎豊のさ、なんか姿とか見たことある？ナイス。すっげえ魂だよ、マジか。なんか YouTube とかで見てみて、ちょっと見てみます。うん、なんか吸い込まれるから。それをどういう時に聞くんですか？試合前とかですか？車の中で。最近は車の中で聞いてた。自分、朝練前に聞きました。朝練前に聞いてた。気持ちを高めに。何、信じられる大人との争いの中で、許し合い、一体何分かり合えただろう。次いきます。正解ですよね、今のツッコミは。OK、バッチリ。次、髪型へのこだわりは。ね、まあ、こだわりっていうの。まあ今更これにこだわりがあるかないかって言ったら、なんか自分でもちょっと よくわかんないんだけど、これさ、 やり始めて数えたら、今年でやばいよ、18年目。はい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 。それやり始めたきっかけは何ですか？アテネが決まって、それでなんかこういう頭をしてみたいなって思ってて、まあアテネってまあなんかさ、お祭りというか、なんかなんていうの、アテネっていうかオリンピックだから、まあ これを際にちょっと大きくしてみようかなって思って、なんか最初は全部くるくるが良かったの。それをやりたいんですけどって、その時まあ23歳って言ったら、なんかおばぱになるからやめた方がいいって言われたんだけど、だけどあのおばぱになったらなったでいいんでって言って、まあやったの。だからなんか、まあ、その時当時ベレーザだったんだけど、誰にも会わないようにもうクラブハウスに行こうと思って行ったんだけど、バス停の前の信号で待ってたら、中地と仕方ってわかる？はい、わかります。がなんか前に信号待ちしてて、二人でなんか喋ってて、あ、気づかれないように行かなきゃって思ってたら、後ろこう振り向いて二度見されて、もう見つかって、何その頭とかって言って。そう、そんで、まあ、その頭だとね、結構ね、毛先が
伸びてくるとこうもうすぐ丸くなくなっちゃったの。だからオリンピック中もこの状態を保てるようにって言ってツイストパーマにしてもらったの、うん、そしたらなんかさ結構さ今度はさなんかいかつくなっちゃって、なんか自分の中でえめっちゃいかついからちょっと嫌だって思ってなんかくるくるをちょっと残してほしいっつってなんかここをちょっとくるくるでロッドで巻いてもらって、今度はなんか針金じゃなくてあの蛇のトグロみたいにして巻いてもらって止めてもらって、そういうの今のこの頭ができて続けてるっていうあのお話です。こだわりないどころかこだわりが多すぎてびっくりしましたいやでも帰ってきてもそんな長くやるつもりなかったの本当。うん、そんであでもまあ楽だしってかけに行ってかけに行って結局1年2年3年5年で、まあ、10年で10年アニバーサリーってことでやめようかなって思ったの、うんうん、3年前だそれが8年前続けましたね。そう8年だけど結局やめなくって、まあ、病院の人には荒川さん頭皮強いですねとかって、男性だったらもうすごいハゲてますとかって言われるんだけど、でもちょっとなんかこの辺がなんか毛量が薄くなってきたと思うんだよね。へー、なんか言ってた。でも何ヶ月に1回ぐらい、何回ぐらいするんですか？3ヶ月に1回だから楽っちゃ楽でしょ。でもかかる、1回にかかる時間がうーん4時間半なっか。でもなんかね、美容院の方ずっとやってくれてるから身の上話してたらすぐ終わる。すげえ面白いほんま。いきます。昔していた習い事は、はい、ああ習い事めっちゃしてたよ。クモンでしょ、習字でしょ、サッカーで、5年生からマンツーマンの塾に行った。おー、それ中3まで塾行ってた。お母さんめっちゃあるよね、まだ4つです。何がめっちゃあるよって言ったじゃないですか、まだ4つ目です。めっちゃなかったこれえ、だってさ、でも小学校にしたら遊ぶ暇なかったよ、そう言われてみた。だってさ、月曜日サッカー、火曜日サッカー、水曜日クモンとサッカー、木曜日サッカー、金曜日習字とサッカー、土曜日サッカー、え、オフなし？ほぼじゃないですか。え、オフなしか。あれ、そんなことないか。いや、オフなしでしたよ。オフなしだったよね。はい、クモンとか言ってたんですね。なんか変な意味じゃなくて、なんか変な意味みたいになっちゃったんですけどよく言われるから大丈夫だよ。いやいや、そういう意味じゃなくて、なんか結構頭がめっちゃいいってこと、学力的には。え、いいってことですかって。はい、うん、うん、だってクモンで何をこうあれしたかったかって言ったら、なんか隣のさ、高学年のさ、お兄ちゃんとかがさ、なんかシャーペンをさ、こうさ、こうフルシャーペンとかあるでしょ、うん、はい、それをさ、カチャ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 ってやっててさ、で、机にさ、1枚のこう紙だからさ、机のさ、コツ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 、文母とか文子を書いてる音とかが憧れて、それをやりたくって、なんかやたらと8分の4なのに、1回4分の2にして、2分の1にしてみたいなさ、なんていう、音を鳴らしたいがために、そういうことをして、うん、書きたくて。書きたくて。あとなんか、クモンでも英語習えって親には言われてたの、お母さんに。だけど泣いてやりたくないやりたくないって言ってたんだけど、なんかゲームボーイで北斗の拳やってたら、途中で1面クリアすると2面行く間にさ、なんか字幕みたいな、なんていうの、流れるの、それが読みたいから、お母さん、エリコ英語やるって言ってそれで入って、なんだ、中学入ってから単語は結構それで習ってたから、それを言う面ではちょっと助かったかな。え、はい、はい、の北斗の拳の間に出てくる字幕、結局何やったんですか？え、なんかね、読めるようになったら英語ではなくてローマ字でケンシロウ、これからユリアを助けに行くとか、そういう感じだったローマ字ででもそれで意味分かったから、すごい読めるようになったって思って。予想してたのと全然違かった。うん、違った違った違った。だって To be continued みたいなやつ、うん、そうでしょそうじゃなかったの面白すぎ、もうおもろすぎ。自分の直したいところは、直したいとこっていうか、あの、片付けれるようになりたい。部屋とかですか？部屋とか。へえ、苦手なんですね、意外と。うん、何、ま、え、まんまじゃない？いや、あんまそんな汚いイメージないんですけど。なんか行き詰まると なんていうの、片付けようって思ってても、例えばだけどさ、このいい箱があった、このいい箱にパンツをじゃあ収納しようって思ってさ、収納したりするじゃんね、うん、そしたらさ、少しだけさ、そのさ、四角の中にさ、余白が出ちゃったりするじゃん、うん、そうすると、あれ合ってなかった、この余白どうしよう、
とかって思って、なんかそこでもうなんか違うことをしちゃったりとかするの。完璧主義者なんですかね。じゃないでしょ。だって今見せれませんけど物多いよ。アスナはマジでもう潔癖症かってぐらい綺麗好きなんですよ。でも綺麗そう。アスナは本当に綺麗好きです。じゃあ次いきます。はい、はい、コンビニでよく買うものは、まあアイスかな。でも、まあ、買うならなんか声優行っちゃうけど安いし。さすが。じゃあよく買うコンビニじゃないですね、声優でよく買うものは、まあアイスと炭酸。何のアイスですか。あんまりこうねっとり系というか、なんかみんな結構さパルムとか好きでしょ。そうクリーム系。ナイスパルム大好きです。嫌いじゃないけど、どっちかっつったらあのブラックとか分かる、あの安いさチョコのアイス。ああいうなんていうの、ちょっとこうアイスの繊維がこうシャ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 とか、なんかシャーベット系、シャーベットっていうのかな、なんかちょっと、ね、なんか昔のアイスみたいな、アイスキャンディーみたいな。そう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 、ミルクミルクしなくてシャキってなるやつ。そうそうそう、シャキってなるやつとか、まあ、ガリガリくんとか、アイスボックス、アイスボックスのグレープフルーツ味で、うん、はいはいはい、グレープフルーツです。え、結構似てるんですけど。え、ガリガリ、結構似てる。はい、好きなやつ。ガリガリくんとかアイスボックスとか。え、でも板チョコアイスとかも好きだよ。チョコ好きじゃないですよ。おいしい。チョコ好きじゃないの。え、チョコ好きじゃないってね。損してますよね。うん。ね、サーティワンとか、サーティワンってさ、とかあるの、そっちは。あります。ある。マスクメロンとか、オレンジソルベとかあります。いやー。絶対選ばん。うん、まあ、マスクメロンはまだちょっと、あれだけど、選ばないね。ほな、サーティワンって何選びます。ミントチョコとジャモカコーヒーか、抹茶とチョコレートの、どっちか。なるほど、なるほど。みんな、ナッツトゥーユーとかさ、キャラメルリボンとかさ選びますよね。ストロベリーチーズケーキとか、うん、ストロベリーチーズケーキ、ほんとなんかさ、あの、まあこれはさカットしてくれてもいいんだけどさ、カットカット、うん、カットカットカット次いきます。はい、10問目です。多分一番期待してだろう質問です。え、最近ハマっているものは、まあサウナ。なんかね、うちも昔からサウナは嫌いじゃなくて入ってたんだけど、なんかそこまでハマってなかったの。そんでそもそもさ、なんか練習でさ汗出ちゃうじゃん。だからまた入ったら余計に出ちゃいそうだって思ってたから、あんま入ってなかったの。だから交代浴しかしてなかったの、お風呂屋さん行っても。だけどさ、なんかサウナってなんか脳の疲労も取るとかいうのを聞いて、そっからちょっとで外気浴をしてこうポーッとなるのがいいとか、それで整うとかって聞いてて、それをやって初めて整った時があって、え、これが整うなんだって思って、外でそういう風に休むのが とりあえず気持ちいい。それをやらないんだよね。つか、はい、アスナも やってほしい。やりたいです。整うっていう感覚を味わったことないんで。まあなんかいろいろね、整うをね、どういう表現をするかって いろいろ言われてるけど、なんか宙に浮いてる感じとか、なんかこうちょっとファーってなっちゃう感じ。ちょっとね、あのね、あのね、というふうにあのインスタで書いてる人はいる。それ見たことあります。ある。はい。最高です。もうちょっと NG な感じが出たところで次に行きます、うん。そうしましょう。ちなみに T シャツだけ最後見せてください。うん。これがお母さんがハマっているオロポ。オロポ。T シャツだけじゃなくてコップも。オロポ。コップだけじゃなくてサウナマットも。オロポ。イエス。もちろんサウナハットも。サウナハット。最高です。ありがとうございます。じゃあここでテイストチェンジに入るんですけど。はい、テイストチェンジ。はい。エースチャンネル恒例のサッカーモードっていうのを、はい、ガーさんオリジナルでお願いします。わかった。さあさあさあさ、サッカーモード。最高です。最高。しっかり仕事してる次の。ありがとうございます。じゃあもういい流れで次に行きますね。ね、これね、ちなみにどこで買ったと思う？アテネ。あ、もうちょい前。はい。フランス。あ、違う。アメリカ。言うね。え、違う。言うね。はい、日韓。え、何？日韓。
日韓、日韓ワールドカップの時。韓国。いや日本。あてちゃったの。日韓ワールドカップの時に買った。おお。やっちまった。当てちゃった。手作り。手作り？多分外人が手作りしてた。すげえ。そう。ごめんなさい当てちゃって。いいんだよ。じゃあ行きますね次。はい。サッカーを始めたきっかけは？サッカー始めたきっかけは2人兄がいて5個上と10個上がいるんだけど、5個上の兄がサッカーやってて、それでその兄がボールをなんかリフティングするボールを蹴る音とか、なんか地面が擦れる何靴の音とかスパイクの音が聞いてて心地よくって、自分もその音を出したいと思ってサッカー始めました。初めてのことばっかり。え？初めての意見なんて言うんやろ、答え。感性が豊かすぎて、うん、その表現をするなんか人があんまいなかったってことだよね、うん、そう。そういうのはさ、たださ、あれじゃない、みんなちっちゃかったから忘れちゃってるだけじゃない。なるほど。鮮明に覚えてるんですね。めちゃも覚えてる、昔のこと。へー。多分なんかうち喋れない頃も覚えてんじゃないかなって思うんだけど。なんか梅干しが嫌いなの。はい。今もね。ほんでなんかちっちゃい時に、多分喋れなかった時に自分の近くに梅干しのなんか入れ物置かれて、すごくとかってやってた気がするんだよ。すげえ。だからなんか梅干し、まあなんか触るのも嫌なのね、ちょっと、うん、だからなんかレジでさ、レジやってたでしょ。でさ、梅干しのやつが来るとさ、うん、いらっしゃいませっつって、やばいやばい。汁とかこぼれてないかと思ってやってた。もう面白。ちなみに何歳に始めたんですか？年長さんから一緒にボール蹴り始めて、なんかうちのもう店の前、ラーメン屋の店の前でボール、商店街で蹴ってて、正式にチームに入ったのは1年、あ、2年生か。うん、少年代。男の子の。うん、少年代に。次、自信のあるプレーは？普通のトラップをトラップする。普通のトラップでは、自分のこだわりポイントでトラップをする。それはボールの種類によってここで止めるみたいなこだわりがあるけど、いや種類でここっていうよりも なんていうの、タッチの ところかな、タッチのところ、スムーズに流れを消さずにこう、うん、なんか、うん、ちなみにどこのトラップが好きですか？好きなのはまあなんかこう、まあインサイドがまあ多いのかもしれないけど、インステップっぽいようなアウトっぽいようなみたいなところも好きかも、うん、こういう、うん、こう来たボールをこうやって、なるほど。結構胸トラのイメージもありました。あ、胸トラ、はい、そこはあんまこだわりポイントじゃないか。ないですか、すいません。ごめんなさい。じゃあフォワードとしてなんかこだわってるプレーとか。いやー、まあね、うち今ずっとフォワードではあるんですけども、まあずーっとこう、まあ言われてることというか、よく言われるようなことっていうか、シュートの意識が薄いんですよね、と思う自分でも。だから お母さんとかによくさ、まあ、シュートの意識っていうか、なんだろうね、シュート練嫌いじゃないけど別に好きではないかも、ボール回しとかのが好きかも。え、ちょっと待ってください、はい、はいはい、お母さんがどうしたんですか？あ、そう、お母さんがよく試合昔見に行ってきて、キーパーと一対一になると外したりすると帰ったら言われたりとかしてて、そしたらなんかまあお母さんだったらもう声張ってやって入れちゃうけどなってよく言われてた。お母さんだったら決めちゃうなって言われてたよ。それな、あ、そうなんだってなるんですか、それともなんか嫌みたいな感じになるんですか？いや別に なんともこう。ちなみにうちのお母さんのアドレス、エイコちゃまゴール。もうサッカー大好きっすよ。そう、もうゴールにうちより執着してんじゃないかな、うん、ストライカー気質が、うん、いや身近にいていいっすね、そういう人が。じゃあ次、子供の頃の憧れの選手は？まあ、全然なんか本当に大人のサッカー見ることもなんか好きじゃなかったのよ。その頃なんかダイヤモンドサッカーって言ってなんか12ちゃんでやってたんだよな。だけどなんか大人のサッカーってなんかわかんないけど、テレビで見るとゆっくりに見えちゃって、なんか大人のサッカーって面白くないななんて思ってたの。だからキャプテン翼とかこうバババババとか行くじゃん、多分そういうイメージでいたから。
だからなんかサッカーを見るとか興味全然なくって、だけど池袋の西武の屋上にさマラドーナが来たのよ。ほんでなんかわかんないけどサッカースクールやってくれたの。なんかその頃なんかねノバっていう缶コーヒーがあって、それの CM がなんかマラドーナ兄弟で3人がね CM 出てたの。多分それのなんかあれで来てて、だからそのマラドーナは知ってて、だから最初に憧れたのはマラドーナかな。日本人の選手とかも知ってことですか、マラドーナに。なんかね教えたっていうよりもまあ何チームもこう少年団が来てて、なんか順番があってマラドーナ対そのチームでなんかゲームをするって言って、でなんかうちら早くうちらの番だうちらの番だってやってるうちに、まあ、ゴールにロングシュートパーンって入れられちゃって、あ終わっちゃったって終わったんだけど。でもなんかその マラドーナの足とかを触れる位置で自分は写真を撮った、集合写真。すげえ触ってた、こうやって。すごい、すげえ。しかもね、マラドーナとね、同じ誕生日。え、マジ？うん。後から知ったんですか？会ってから。後から知った。ちなみにいつですか？10月30日。おー。覚えました。覚えた。誕生日覚えるの趣味なんです。嘘。ちなみに、あの、仲間由紀恵と全く同じ年で同じ誕生日。すげえ。あとね、チェホンマン？チェホンマン、懐かしい。懐かしい。じゃあ次いきますね、はい、歴代のなでしこジャパンで印象に残っている選手は、印象に残っている選手、印象に残っている選手って、それって何、サッカー選手として、何でもいい、あ、じゃあサッカー選手としてでもいいし、プライベートでも、もう何人挙げてもいいです。磯崎ひろみさん、池田ひろみさんはやっぱなんか足がすごいどっからでも出てくるディフェンダーだったから、そういう人って今はもういないかもしれないなって思う。対戦してて嫌だったってことですね。嫌だっていうか、こうやっぱうまくなかったとか、うん、もういつでもなんかトラップした瞬間とかもすっごい狙ってるというか、抜け目なくね狙ってた感じが。逆にこうプライベートとかで印象に残っている人います？あのみゆきとか柳田さん、うん、とはなんかもう代表でお誕生日係みたいなことしてたから、最初にその代表の誰が入るかのメンバーのやつあるでしょ、あれ見てまずチェックするのはうちら、お誕生日の欄で、え、お誕生日やばい、今回3人もいるよどうするって言って、なんかそっからあの仕込みが始まって、それで2部連あるっつうのにもかかわらず、ちょっとさお昼ご飯食べたらちょっと打ち合わせしようとかって言って、お昼寝せずにね、そうそう、お昼寝するのにそれを 3部連みたいな感じで、ほんで今日今回誰呼ぶ誰誘うとかって言って、メンバーもこうピック打ち出してやれる、こう今度やれるとか言って、最高最高だけど、なんかねあの時はね、アテネのね最後の時はね、まあ負けてもう帰るぞって時に、なんかもう一泊なんか泊まれたのね。その泊まれたホテルがまあなんかめっちゃいいホテルで、プールもついてて、もうバカンスみたいなとこだったの。で、まあ、そのプールで、リレーしようって言って、うちが印象的だったのはね、その中でなんか、じゃあバタフライでやろうって言ってね、バタフライできたね、そのね、のんちゃんのね、水から上がってくる顔がめっちゃ怖かった。そんでなんか髪の毛も、ポーンみたいな。ガンさん。何？いや、それ笑っちゃいけない気がしちゃって。笑ってる、ね。ヨンボーさんに怒られちゃう気がして笑えない。大丈夫？カットじゃないやつ。あ、どう？これ、まあ、さじ加減で。いやいや、ガンさんがいいって言ったらうちら使いますよ。いや、まあ、いいんじゃない？はい、じゃあガンさんの持ちネタの中で、もうこれ最上級ってやつ、ちょっと見たいっす。ねえ、持ちネタとか持ってないから。何？別になんか、一発ギャグいっぱい持ってますよっていうようなんでやってないから。え、じゃあ。1個バースデーのやつやってもらったらいいですか、なんか。え、その歴代やった中で。はい。それをやるの？はい。なんかさ、その中でもさ、受けが良かったとかさ、あ、ちょっとこれダメだったなって反省するわけよ。その時に、弥生ちゃん時に、小林弥生ちゃんやったのは、こう、DJ 風に、トゥルルル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 ワオ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 、やっよいやっよい、やよい、やよい、今日は何の日で、やよい、やよい、みたいな、みたいな、やばい、最高みたいなことやって、それはまあ良かった方かな、受けがいいっすか、受けが良かったかな
あとなんかうち本当にその高校の卒業文集に、まあ、今なんかもうそんなの全く思ってないけど、高校文集の時にさ何書こうかと思ってさ、なんかその頃さネタ番組とかあんまなかったの。夜中にさ、うん、笑わせろとかいうネタ番組があって、それをビデオ撮っていつも見てたの。そんで中地わかるでしょ、中地とか泊まりに来て、ね、中地これ見てこれ覚えてとかって言って中地に見させて覚えさせたり、でネプチューンが好きだったその頃だから、ネプチューンのなんか見せて、あともう一人別にそういうことやらないような人なのに3人でコピーしてやったりとかしてて、で高校の時にそれでなんか卒業文集に28歳ぐらいでサッカー辞めて、その頃あんまり山田花子ぐらいしか芸人いなかったんで、だから女芸人として初めての売れっ子になるみたいなことを書いてたりしてた。最高、めっちゃいい。でも女子サッカー界の女芸人ですよ。なかったないよ、売れっ子女芸人ですよ、レジェンド。女子サッカー界のもう山田花子としましょう。山田花子それは山田花子さんすごいですから。あ、そうだよ、そうだよ、はい、おめでとうございます。おめ、ありがとうございます。続いてです。次いきます。はい。前日に、試合の前日に必ずすることは。特に試合の前日にするって、あ、まあお風呂は絶対入るかな。で、あの遠征先だったりとかしたら、あの酵素風呂って知ってる？はいはいはい。でさ、あれって本当はなんかなんていうの、砂風呂みたいにこういう風に入るやつじゃん。はいはい。だけどその麦茶パックみたいなのに酵素が入ってて、それをこうもみ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 して入るやつがあるの。それを持ってってそういうの入る。あと試合前はいつもセットは別にしないんだけど、髪の毛をセットして大きくする。おそれは何でですか？多少の威嚇。じゃ次いきますね。はい。背番号何番が好き、そしてこだわりは。なんか別にそこまで別にないんだけど、10番をつけたいってわけじゃ全然ないけど、あの10番はやっぱなんか好きって感じはするけど、まあよく言われる9か11がフォワードでしょ。だからそんだったら9の方が好きかも。何番でも空いてますって言われたら何番つけます？え、プレッシャーとかも関係なく。関係なく。いやでもね、でも一回ちょっとごめん、国体でなんかなんだ、年の順番なのかな、順番で10番つけたことがあって、え、10番なんだけどとかって言って、めっちゃなんか喜んで、あのゴミちゃんとかわかる？あ、はいはいはい。ゴミちゃんとかに、10番だ10番だ10番なんだけどとか言って、いや普通に上から行って10番だよ、え、でもそれでも、え、嘘、受ける、嬉しいとかって言って喜んでたりしてたけど、でもまあまあ普通にあったら、え、なんだろう、でも一番最初にさ自分がつけた番号ってさある？なんか小学校あります。え、それが好きだったりする？いや別に。でもなんかあのメニーナの時にさ、最初にもらったのメニーナでもらったのが20番だったの。そっから11番になった時に数がその時さすごかったから、なんか、いや数と一緒だ嬉しいって言って思ってた。結局何番ですか？え、すいません聞いちゃって。結局でも9かな。でも9の意味じゃない。なんか別に、でもなんか5とかも好きなの。5。へえ。つけたことあるんですか？ない。でも1とかも好きだし。キーパー。キーパー。じゃこだわりもなく数字の感じの雰囲気で好きってことですね。うん、そうかも。うん、でもやっぱ10番とか11番とか9番はちょっと気になると。気になる。うん。まあ別に気になるってことでもないけどって感じ。でも国体的10番つけた時はめっちゃ嬉しかったんですよ。そうそれは。だって憧れなんですね、10番が。いや憧れなのかな。でもつけたいと何か別に思わないかな。もう与えられた番号で頑張りますと。はい。あとちなみに 1,2,3,4 問です。ねそういえばさ、ごめん、その一発ギャグとかの話の時にさ、そのビデオ見てすごいやってたとか言ったじゃん。はい。そんでさ、うちさ中地とさ一応さ、はい、コンビ名があってさ、はい、ひじきっていうコンビ名で、ひじき一個ネタ作ってよくやってたの。ひじきの由来はなんすか？え、なんか可愛いかなと思ってどうもーとか言ってやってたんすか？やってた。なんか知んないけどさ、 L リーグのさ最後表彰式の時もさ、なんかさ
キャプテンが喋るじゃん。だけどさ、なんかゴミちゃんとかがキャプテンだったけど、ちょっと2人がなんかやりたいって言うんでとかって言って、その場でなんかうちらそれをなんか やることになってやらされて、でなんか時間が押しちゃって、なんか関西に帰る人たちの新幹線がどうのこうのっつって怒られたりとかさ。最高。じゃあいつかそのネタ見してくださいね。はい、わかった。じゃあいきます。急にちょっと真面目になるかもしれないですけど、うん、影響を受けた指導者は松田丈夫。松田さん、急に呼び捨てやめてください。どういうところが。このメニーナの時に、自分メニーナになって、なんか最初コーチ違う人だったの、監督というか。だけどなんか 2、3回その人がやって、急に松田さんがパッてきて、なんか初めてこう引退して指導者になるのが初めてメニーナだったらしくて、31、2だったのかな。で、まあ中1とか子供じゃん。でさ、大人のボールをさ取りに行ったらさ、取れないのは分かってるけどさ、なんか松田さんのボール取りに行ったら、もういつの間にかまた通されてんの。なんかそれがもう衝撃だったというか、もう今度はやられないと思って取りに行くけどさ、いつと、見える？はい、見える。そうって思いながらやったら、もう全然さ取れなくって、それもすっごい衝撃的だったのと、遊び心みたいなのをすごい松田さんにはその中学校の頃は教えてもらったというかかな。でもなんか一度その松田さんがベレーザ離れてもう一回戻ってきた時に、うちは全くその頭でサッカーをやってなかったから、なんかめっちゃ怒られて、本当に何が正解で何がなんか悪いか分かんなくて、正直本当にサッカー面白くなかったの。だからなんかその時はそう思ってたけど、そのベレーザ離れてもうレッツ行ってから、ああ松田さんが言ってたことってこういうことかとか、そういうのが分かり始めて、急になんか自分自身もサッカーが急になんかこう分かるようになってきて、なんかごめん、大丈夫です。大丈夫、はい大丈夫です。そう、そんでだからそっからなんかもう一度松田さんに習いたいと思ったら、エルフェンでまたこうきっかけがあって、その時はもうサッカーがちょっと分かってる状態で松田さんに習ったから、あ、なんかあの時にベレーザの時にもっと分かってたらもっと楽しかっただろうなとか、あのメンバーとね、もう引退しちゃってるしやれないから、それだけはなんかちょっと心残りかな、その頃に。とか代表の時も言ってみたら、内容も求められるでしょベレーザは。だけど代表だとこう勝つこととか、まあベレーザも勝つことが大事だけど、なんかあんまり求められてなかったから、クリアな状態でこう代表はなんかやってたというか、あんま考えず。だけどベレーザ行くとなんか考えなきゃいけなくて、窮屈な部分はあったんだけど、でもなんかあの時に分かってれば、なんかまあ代表もベレーザの時もなんかもっと楽しかっただろうなって思うし、でやっぱそのエルメンで味わった時はサッカーの奥深さとかを教えてもらえた感じだから、なんかすごくこうすごく充実してたかもしれない。だから本当にサッカー人生でその松田さんに習うのと習わないのとか、まあ指導者になる人とかもなんかまた違うんじゃないかなって思う。じゃあ B リーグ1年目の感想は、まあ本当正直、まあ本当プロリーグっていうものは、まあ、自分が本当にやってる間もはもうもちろんもうできないと思ってたし、これから先もこう難しいんだろうなというふうには思ってたけど、プロリーグができたことは本当に ありがたいことでしかないんだけど、まあ、なかなかなんか盛り上げれることはなんかあんまりできなかったかなとは全体的に思うね。盛り上げれへんかったっていう原因とかなんかあったら、うん、もしこう改善ポイントになるわけじゃないですか。うんうん、だからなんかこういうとこ改善したらいいなっていうところとかありますか？まあ、選手だからお金払って来てもらうとか、お金もらってサッカーやるっていうところを、その中でやっぱ本当に自分たちがこう見てもらって、まあ、その人の心を動かせるような何かが、まあ、それ何かって言ったらまあそのレベルアップだったりいろいろあるとは思うんだけど、なんかそういうのがやっぱ感じてもらえるようなものがなければ難しいのかなとは思ったりするけど、なんか難しいね。じゃあそれも含めて次に行きますね。うん。Bリーグで何でも変えられるとしたら何がしたいの？すごいさ、知ってもらうって言ったらさ、やっぱテレビ、メディアとかがやっぱなんていうの一番早いっつっちゃ早いけど、でもやっぱ結局また戻ってくるけど、結局やっぱり取り上げてもらうようなものがないとやっぱ取り上げてもらえない、その
人の心を動かせるような何かがなければ取り上げてもらえないとか注目してもらえないっていうものがやっぱ返ってくるのかなと思うけど。確かに。最後に、はい、バンさんが思う今後日本にとって期待する選手は。そうだね、まあ頑張ってほしいという思いも込めて一緒にやってたし、うちが可愛がってあげてるのか向こうが可愛がってくれてるのか分かんないけど、あの長野風花はまあサッカーすごい大好きだし、あのサッカーに対してすごい誠実ではあるし、だからまあ本当に将来のその日本を背負っていく選手だろうなと思ってるかな。最後に明日サクに一言。なんかすごい楽しかった。よかった。なんか思ったよりもっとなんかちゃんと喋んなきゃいけないのかなと思ってた。だからいろいろ喋れて楽しかったし、なんかすごいなと思う。こういう風にいろんな人を呼んで、こういう、まあ、韓国にもいるにもかかわらずそうやって B リーグを盛り上げようとしてくれるとか、日本の女子サッカーを盛り上げようとしてくれるというか、そういう労力ってなかなかできるもんじゃないと思うから。ありがとうございます。ありがとうございます。でもうちらはすごいよね、本当。結構ベテランを呼ぶ方に流れちゃってるんですけど、まあ、これからはどんどん若い子も選びたいんですけど、やっぱ上の選手たちがあんだけ積み上げてきたから今があると思うんですよ。で、積み上げてきたものをうちらは尊敬してるし、でも今の若い子たちも頑張ってほしいから、何か自分たちで面白い、自分たちが楽しみながら力になれることないかなと思ってやってるんで。いや、もうすごいよね、本当。うちらからしたらガンさんすごいです、マジで。逆に今回あのお話、貴重なお話聞けて本当にありがとうございます。ありがとうございました。次回あれマジで聞かせてくださいね。次回あのノストラダモス的な。ノストラダモス、うん、ノストラダモス今若い子知らないんじゃない、はい、ぜひお願いします。はい、むしろ時間取ってもらってありがとうございます、はい、いやいや、こちらこそ。こんなだって2時間だよ。2時間、2時間オーバー。楽しかったんで嬉しいです。最高でした。ありがとうございます。練習頑張って、試合頑張ってね。